はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。雪うさぎです。今回もね、野池にやってきました。前回動画で紹介をさせてもらったこちらのリグですね、こちらを、まあ、実際にね、どれだけ釣れるのかなっていうのもね、検証兼ねての兆候にしていきたいと思います。はい、使うタックルはこちらです。スピニングタックルですね。バサン XT266ML の2とマスキー 2500HGS、 こちらのタックルを使っていきたいと思います。もうね、早速ねやっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。ちょっとね、まずは流れ込みのところからちょっと土管の中に入れてみたいと思います。ここじゃあ、ね、軽いんでね、思いっきりシュッと、あ、釣れたのに早速1匹目ヒットですね。ちょっとちっちゃすぎてフッキング合わせミスっちゃいましたが、釣れました。1投目です。めちゃくちゃ、あら、2匹目いい感じですね。やっぱり釣れるこのリグ。あ、すげえ。めちゃくちゃいいっすよ、やっぱりこのリグ。3匹目。この短時間でもう3匹こばすばっかりですけどね、最高です。もう一回、これ土管に入れなくても釣れそうな気がするな。この辺でこうちょんちょん、あっと、ちょっと土管のとこなんですけどね、あんまり足元立っちゃうとバレちゃうので、離れたとこから狙ってみたいと思います。ちょっと今年はね、ハードルはばっかり使った。あ、また普通くさー、ちっちゃくて。5匹目、やっぱり流れ込みとかいますね。お、クエ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 、ギル、
ちらでやっていきたいと思います。サイズは2インチですね。けどね、スイングインパクト2インチ釣れます。やったね。